さあ続いては舞台や演劇パフォーマンスなどを紹介する東京舞台通信です。今回は青年団の新作眠れない夜なんてない、そして東京タンバリンの新作過食です。青年団眠れない夜なんてない。平田織座率いる青年団は現代交互演劇の旗手。今回はマレーシアのリゾート地を舞台に、定年移住、日本離脱といった日本を離れて暮らす人々を描きます。初めてマレーシアに行ったんですね。でその時にまあいろんな方とお会いして、まあ、マレーシア自体の国も気に入ったんですけれども、あの大使館の方たちと話してたら、そういうあの、まあ、老人村みたいなリゾートがあって、であの結構あのご老人だから亡くなったりもするらしいんです。で身寄りのない人が亡くなると、やっぱり大使館の人がわざわざ行かなきゃいけなくて、結構死体担いだりとかもするって話を聞いて、で、まあ、そこからちょっと関心を持って、こっち側では随分理想郷のようにこう宣伝されるんですけど、まあでもどう考えても日本で何にも問題がなければ、わざわざ外国で老後を過ごさなくてもいいだろうって感じもあるので、もちろんね人によると思うんですよ、すごくすごく。でこう調べていくうちにですね、あこれはまあドラマになるなと感じがしてきたんですね。特に今回の作品は本当に40代後半から50代60代の、実際に舞台に乗ってるのもそういう俳優たちですし、そういう人たちの残りの人生について書いている作品なので、まあ、そういう小劇場の作品ってあまりないと思うんですね。で逆にそのまあ、太田省吾さんに代表されるの老いっていうものを扱った作品はあると思うんですけど、まあ、僕たちあの最近よく言ってるのは老いではなくて衰えを描くと、その衰えという非常に中途半端などうしようもない、途上性みたいなものを作品にできたらなと思ってるんですけどね。本来は演劇というのはそのもう書くことは2つしかなくて、人間とは何かってことと、あと世界とは何かってことのどちらかを書くんだと思うんですけど、それではあまりに漠然としてて哲学的すぎるので、何かのこうアプローチが必要ですよね。と僕の場合にはやっぱりその韓国での体験とかを通じて日本人っていうものが非常に大きいので、まあ、日本人とは何かっていう手がかりを使うことが多いっていうことだと思うんですね。青年団の新作公演は海外で老後を過ごすシルバー世代の話だそうです。日常の出来事が淡々と繰り広げられる、そういう舞台から作者の強いモチーフや思いが浮かび上がってくるはずです。過食、三鷹市芸術文化センターによる太宰治作品を主題にした演劇の第5回目。今回は東京タンバリン高井宏子が太宰中後期作品過食をモチーフにし舞台に仕上げます。タイトル的に美しいと思ったんですね。あと過食って聞いてあのパッと作品を思い浮かべられないものだと思ったので、あんまりこうストレートにタイトルを見て あれやるんだって思われるよりか、どんなのやるんだろうっていうのと、まあちょっと響きと字が美しかったので過食を選びました。芸術家としてあがいている4人で、まあ、売れている人と売れてない4人が、まあ、それぞれのあがきがあって変わっていくというお話なんですけど、まあ、あの三鷹で太宰治をやるっていうのはすごくプレッシャーなんですけれども、まあ太宰ファンの方にもお芝居の楽しさを分かっていただいて、まあこれから観客としてうちだけでなく他の、 あの劇団の公演も見ていただけるようになればいいかなと思ってます。三鷹市の芸術文化センターは太宰治にちなんだユニークな企画をこの数年続けてきました。今年登場する東京タンバリンは意識と無意識の間で揺れ動く人間の闇を描く舞台が特徴だ、そう言われています。太宰作品と出会って今度どういう舞台を作るか楽しみです。